この辺りに歩いていくと何分くらいかかる？ナランチャは父親に反発し、おめえはまともな家の出だろ。あんな家知るか。おいおい、どうよ。てめえよ、こいつよ、この金髪のガキが犯人よ。ちぎちまった。いくらなんでもやりすぎでしょ。弁護士さんも見てたろ。こいつがご婦人に再び暴行。まさか。バイキンが入ったのがなかなか治らなかったのだ。 なぜ知ってる。兄貴にしか話したことないのに。まさか。でもやっぱり兄貴は。俺はもうすぐ母さんと同じようにこの目の病気で死ぬんだ。かわいそうじゃが関わらん方がええ。少年はレストランにナランチャを引き入れると、テーブルの仲間は何を質問するわけでもない。そしてしかるべき治療を受けさせたのだ。そして学校へ行け。いいな。もう一遍同じことを抜かしやがったらてめえをぶん殴る。なんであの人はマジになって俺を怒ってくれたんだろう。警官たちや俺の父親が怒る時とは大違いだ。試験に合格したのだった。誰だって嫌うぜ。俺たちは奴を守るっつったら。そんな次元の話をしてんじゃねえぞ。強くだぜ。娘の能力からボスの正体がきっとわかる。そいつの毒は人間だって死んじまうらしい。数センチの虫けらを麻痺させて食うには十分なほどのよう。この空き瓶がリングだぜ。ならんちゃよ。出るぞ。開けろ。ここを開けやがれ。やつはお前の体内に毒と共に消化液を注入し始める。でも今のうちに喋っておいた方がいいと忠告するぜ。素早い。いつの間に。体に消化液も注入され始めてるぞ。ひょっとしてもう喋ってもらわなくてもよくなったんじゃねえか。ゆっくり食われるなり卵を産みつけられるなりしないよ。やったぞ。もう喋らなくてもいいぜ。だけど二酸化炭素は生き物の吐く息からだけ出るんじゃない。でも鼻の位置はここからじゃよくわからない。さっきは雲を打とうとしたんじゃねえんだ。よくも覚悟して待ってやがれ。やらんちゃ。こうか不幸か、ボスの娘の居場所は分かった。あとはここを去って俺の仲間に知らせるだけだ。俺の勝ちだ。キレてんのかこの野郎。正気かと言ったのはかもな。来い、ナランチャ。リトルウィーダー。これからはもっとしんどくなる。金も品物も全部燃えちまった。ブチャレティ、すぐにこの隠れ家を出るべきだぜ。きっと何か逃げる方法を指示してくるはずです。ブチャレティ、ボスからメッセージが入ったようだぜ。乗り物？なんだ、安全な乗り物って。ヘリコプターだぜ。フーゴ、アバキオ、ジョルノ、3人でポンペイに行き、キーを手に入れてくれ。頼んだぞ。それがベスビオ火山の火山歴と溶岩によって噴火時のままの姿で埋もれていたのが発掘された。フーゴ、今の角は左じゃなくて右でしたよ。すみません、次は気をつけます。次とかそういう話じゃないんだよ。それよりも気にかかるのはこの新入りジョルノ・ジョバーナだ。何か致命的なことをな。目的の場所はこの先100メートルぐらいだ。後ろの石柱の影から僕らを覗いている。俺も誰一人見えない。ふざけんじゃないぞ。向かってくるぞ。な、何？鏡から離れろ！大体こんな場所に鏡なんてかかってること自体が奇妙だったんだ。すげえ！マリア！以後
落ちに落ちて今に至る。二人に何をした？貴様！まさかここは鏡の中、引きずり込まれたのは僕の方だ。フーゴ、どうだ。フーゴどうだ。何かこの鏡に何かあるのか。それも知っておかなくちゃならない事柄だと思うんだよ。そこに何かあるのか。え？違うね、パープルヘイズ。おかしい、スタンドは出ている。いいから来いって言ってんだボケ。もうゆっくりじゃねえ、早く来い。近づくんじゃねえ。フーゴのパープルヘイズから離れるんだ。お前と一緒に他に戦えるものをここに入れたら、生きてるのはお前と俺だけ。他は俺が許可していないからだ。